花 APP、モデルをパーフェクトシンク化できるやつです。パーフェクトシンクは、こういう表情ができるようにするやつ。VLOOD などで作った 3D モデル、VRM のモデルに使えれます。ユニティ上でいじるぜって人は買わなくてもいいんだけどね。時間をかけてうなりながらやらなきゃいけない作業が1500円。お得！注意！ユニ VRM 1.0 バージョンの VLOOD Studio には対応してないツールです。って書かれてるけど、出力するときのフォーマット、VRM0.0 を選択することができます。今後 VRM 1.0 しかダメだよって機能とかアプリとか出てくるのかもだけど、今んとこ困らないし、1500円だしいいかなって紹介しちゃいますね。ダウンロードの仕方。概要欄 URL からブースに飛ぶ。自分の使いたいモデルで使えるかどうか確認してから購入しよう。で、カートに入れる。このショップのレジに進む。ご注文確定、ダウンロード。右クリックでプロパティ、評価するでエラー回避。もう一回右クリックで全て展開。中身はこんな感じ。利用規約を確認して問題なければ、花 app.exe をダブルクリックで起動。アバターを選択、パーフェクトシンク化。男性アバターか女性アバターかを選びます。エラーが出ました。超点数が花 APP データファイルに適合してないそうです。一応クリップ調整で確認。表情消え散らかしてますね。ダメみたいです。VLOOD から出力するとき、エクスポート、ポリゴンの削減をクリックで開いて、透明メッシュを削除するからチェックを離す。マテリアルの削減については選択しても問題ないっぽいです。透明メッシュとやらが残ったモデルを読み込ませて、改めてパーフェクト進化。クリップで調整で、めっちゃ壊れちゃってるテクスチャを控えめにして隠したり、口や目をこうした方が可愛いみたいな。アイフェイシャルモーキャップにつないで、自分が良くしている表情で、壊れてないか見てみる。直す。見てみる。戻る。セーブで保存。保存しましたと出たら、オッケーって感じ。あとはラペットなど、使用するソフトに入れて動かす。おしまい。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。